これは前のね、17日のやつね。多分これは渡してると思います。で、この時に白血球が多くて、これはちょっと検査センターに送ったのはリンパ球まで調べてないんだけど、こちらで調べたら、このうちの結構な数がリンパ球だったということです。それで、22日、昨日手術する前に血液をちょっと取って、でも、こんな全部じゃなくて、白血球の数と、それからまあ、白血球の分類。そうすると19,800のうち、リンパ球が 61%、 12,220、多かったんですね。これ病院で調べたらやっぱこのぐらいの似たような数字でしたわ。でも一応ちょっと念のため違うところでも見てもらおうと思って、それでちょっと見てもらったんですけど、やっぱり多いんですよ。そうだからリンパ球のパーセンテージも多い、パーセントが 実際の実数も多いということですね。で、白血球自体も気持ち多いと、この前が22,000だったから で、 で、これ手術する前のやつだからね。手術してから増えるんだったら、普通は手術したら増えるんですよ。手術した次の日が、でも次の日のやつはさっきちょっと髪渡したけど、ちょっと減ってる、減ってますよね。そうなんですよ。だから手術したら増えて、で手術したらリンパ球はもともとこの正常にあったらそれで下がってくる、ストレスがかかるとリンパ球で下がるから、でその代わりに炎症があるとこの好中球が増えてくると、でもそういう風にならない、普通の子みたいに。そうだからちょっとだけど、まあ一応だからちょっと麻酔も心配したんだけど、割とまあ、あの年齢にしてはちょっと少ないで聞いたかなと思います。あ、そうですか。やっぱ少しずつ少しずつ聞きすぎるのが一番困るから、あ、そういうことですね。そうで、動画見させてもらいました。あ、年齢、あの子の年齢にするともうちょっと歌うと普通聞かないんだけど、聞いちゃったんです。でもそれで手早く手術やるはずになったんですね。でもまあ打ったりは少なかったが、冷めるのはまあ普通の子ぐらいのペースでは冷めてくれてたんですけどね。わかりました。まあちょっとご心配おかけするようなこと言って申し訳ないんですけど、まあこういうこともある子だがということでね。そうですね、いただいていいですか。それはお持ちください。はい、まだ正式な話が来たら出しますけどね。あ、そうですか。はい、ごめんなさい。いえ、ありがとうございました。じゃあもうじき薬出ると思いますね。ごめんなさい。